あなたはウェアブルって知っっててますかでウェアブルって何ですかっていう話になると思うんですけどもこう体に身につけられるデバイスっていうことで例えばアップルウォッチとかなんかこう体につけれるやつですよね。あのー、で今ですね僕ある事情でこのウェアブルが欲しいというかウェアブルについてね調べていたんですけどもなんでこのねウェアブルについて調べることになったのかっていうことについて今日はお話していきたいと思います。でこの話を聞くことであなたにどんなメリットがあるかっていうとですね まずあなたの仕事のパフォーマンスが上がりますえどういうことって思うと思うんですけどもまあそういうことなんですよねであとあなたの人間関係が良くなりますはって感じだと思うんですけど <laughs> そうまあ、うん、好きな人大切な人に優しくできたりだとかなんかね子供に言われてムカッとしたりすることが劇的に減ったりだとか他にはそうですねそうですね うーんそんな感じですね他にもこうまず健康になれますね健康になれるもう疲れが取れやすくなるそう脳の疲れっていうのが本当に楽になるっていう話なんですよね、えー、つまりですねどういうことかっていうとこう寝て起きたらすごくすっきりしていてで眠気もない、うん、そんな状態でこう体がだるいのがもう軽減されるでさらにはまあそれらを考えたらあなたの明るい将来っていうのが手に入る うん、お金をね自分で自由自在に稼ぐ,稼ぐことが可能になるかもしれないですよねその結果誰にも頭を下げてですね自由が手に入るそんなことも可能ですしこうやってねなんかいろんなメディアで発信したりして有名人になることも可能かもしれない、うん、そ,うそんなね私がウェアブルについて調べるそのきっかけになった事情についてねまずお話ししていきたいと思うんですがあなたは睡眠って好きですかね睡眠 寝るっていうことですよね夜ねベッドにこう横になってあったかい布団に入ってグースーグースーって寝る感じですよねで朝になったらこうああもうなんか布団から出たくないなーみたいな感じの睡眠なんですけどもあのー、僕これまでそんなに意識してなかったんですけどいや昔からもう睡眠が大好きっていう感じでもう今でもほんと10時間ぐらい寝てるですけどあのその睡眠の質を上げるっていうことに今ハマってましてで えー、その関係で,ですねこの睡眠系っていうのを、えー、ゲットしようと思ってこのウェアブルについて調べることになったんですよねそうでもう昔から本当にね寝るのが一番好きって言ってるだけあってこの測定し始めてから本当に面白いなって思うんですよねでこの今回は、えー、睡眠系の危機器ウェアブル系ですよねそれについて調べてみていろいろその調べたことをあなたにシェアしていきたいなって思うんですよねそうで 今僕はどうやってこの睡眠を測ってるかっていうと iPhone で測ってるんですけどもそのどうせ測るならね心拍とか呼吸数とかいろんなものを測ってくれるらしいんでちょっとこのおしゃれなオシャンティーなこう細いねリストバンドみたいな、まあ、これはゴムただ頭をねヘアゴムなんですけどもこういうふうな感じのリストバンド型のウェアブルこの身につける。 デバイスですね PC とつないでどういうふうな睡眠をしているのかどういうふうに日常生活しているのか運動をどれぐらいしているのかみたいなねそうなのが全てわかるそういうふうなものをゲットしたいなと思って調べてみましたでその結果どうなったかっていうと、うん、の前に、えー、睡眠系の何がいいのかっていうことにねついて話していきます。まあ、どういうことかというと睡眠測定をすると何がいいのかっていうね話をしていきたいなって思うんですけどもね。 えこれ何かっていうとまず自分の体調が一発ででかるってことなんですね起きた時に深い眠りがどれぐらいあったかっていうのが分かるんですけどやっぱり深,深,い,眠深い眠りが45時間取れてたら相当体調いいですね逆にやっぱり日によってはもう全然眠りが取れてないすごい浅い時もあるんですよね、まあ、そういうふうにこう計測することでやっぱりこの、うん、改善していくことができるマーケティングでもそうじゃないですかこう反応率とか全部こう計測してモニタリングして なんですかなトレースしてそれであの改善していくっていうことになると思うんですけどもやっぱりこののの力っっって思ってていいうがすすごな思まだから例えば水分とかね体重とかっていうのを、ね、きっちり継続して追っていけばもうそれだけでダイエットできたり体調っていうのはねかなり管理できるんだなって今すごい感じてるんですよ睡眠系使ってみて。 でね、その睡眠系、実際どういう,ふうなグラフが出るんですかっていう話もですね、この下のブログの方に書いてありますのでまあ、どんな感じかなって思う人は是非、ね、ブログの方に飛んでもらってですね、見てほしいなって思うわけなんですけども、僕が使っているアプリはですね、えー、スリープマイスターっていうね、スペルの方は真下の方につけておくんで見てほしいんですけども、まあ、本当にこの計測の力っていうのはすごいなって思います。で、でなんでこうね、 で睡眠を計測しようかなって思い始めたかっていうと私の知り合いで山口さんっていう人がいるんですよねでこの山口さんもともと睡眠不足の OL で月に2回ぐらい気絶してたそうなんですねでこれはマジで死ぬなって思ってこの睡眠っていうものを真剣にあの研究し始めたそうですでその中でこの睡眠測定とかをし始めてでいろんなことをねその人から勉強したんですけどもえ彼女の実際に1万800円するセミナーに参加してですねそこでノウハウ手に入れたノウハウを使ってですね今睡眠の質っていうのをね高めているわけなんですよでこの睡眠の質を高める それと一体何がいいのかって言うと、まず仕事の効率がむちゃくちゃ良くなります。すごく早く仕事が終わる。そして人間関係も良くなりますね。あの結構、睡眠不足のせいで鬱になったり、ネガティブになったり、なんかイライラしたり腹立ったりするんですよね。それが劇的に軽減する、うん、だから、人間関係が本当に良くなります。嫌な上司とかとも仲良くできるかもしれない。 うん、子供に対してなんか、ね、腹立って怒鳴ってたのがもう本当に減るかもしれないって思うんですよね。で他にも日中の集中力が上が上りますそうこの集中力っていうのが人生にとってどれだけ大事かっていうのはねまたね本当に次回あ期間を取ってね話を,していたいと話をしていきたいと思うんですけどもこの集中力っていうのはめちゃくちゃ大事なんですね。この集中力さえあれば本当に人生ほとんど、うん もう解決しちゃゃううんじゃないいかって思うぐらいですねであとさっきも言ったんですけどもとにかく鬱にならないポジティブで入れるっていうことなんですよねやっぱり感情が安定しやすくなりますし、まあ、睡眠不足の時ってネガティブになるじゃないですか何な,ないですかこれね、まあ、人によってはショートスリーパーっていう人もいてその睡眠が少なくても健康を保てる人っていうのがいるわけなんですけど、まあ、僕は残念ながらロングスリーパーなのでそういうわけにはいかない、うん、だから睡眠不足っていうのもねもうすぐに機嫌に反映されるんですけどそれが本当に減りましたね機嫌が悪くなるのが まあもちろん健康にもいいわけで、あのうん、そんな感じですね。なんでもうこの健康について考えるときに多分。 これ千々木さんも言ってたと思うんですけども優先順位かなり高いんですよね睡眠っていうのは。えー、エクスパワーの中でですね健康の優先順位っていうのを考えた時に一番がストレス管理だと一番がとにかくストレスを感じずに楽しんで生きることなんだよってでチャレンジしていって、うん、キラキラ生きるんだよダイナミックに生きるんだよっていうのがまず一番でで2番目が睡眠で3番目が食べ合わせって言ってたような気がするんですよね。で僕自身はこの 1, 2, 3の順番で今守っててまして 今ですねこの睡眠管理に加えて瞑想をやってますであとは朝の洗浄ルーティーンですねあのいろんなあるんですけどこれ X パワーね参加してるとは分かると思うんですけどもその腸内だとか腎臓だとかをねデトックスするそんなルーティーンっていうのをねこの2つを最重点に置いてこの睡眠と瞑想と朝の浄化っていうのを最優先事項に置いて健康に関してはねテストしてるんですけどもいやものすごく体調がいいんですよねこれ。うん なんでまずはあなたもね睡眠を測定するっていうのが本当におすすめで本当にね日によるんですだからどういうことをすればあの眠りが深くなるかっていうのもそれで分かっていく、うん、もちろんねあの詳しいノウハウっていうのがあるんでそういう人はね山口さんのセミナーに参加してほしいなって思うんですけどまあいいいいろいろろ質ををるるるとか、ね、光を浴びるとかかかね光浴びんんな細かいノウハウハがあるんですよねそうまあでもまずはえ自分の睡眠の状態がどんな状態なのかっていうのを知るのが一番大事だと思うんでこの iPhone のアプリですね「s l e e p m ス s t e r かな。 っていうのをを、えー、ゲットすることを、ね、おすすめします、うん、で僕の、ねえー、グラフは、ねえー、ブログの方に書いてますので、まあ、山口さんに見せれたらですね、まあ、もうちょっと深い部分が安定するといいねなんていうふうに言われてるんですけども、まあ、こんな感じで、えー、計測していってるとですねすごくあのあのいい感じなのでこれは本格的に心拍とか呼吸数とかそういったものも一緒に測りたいなと思って睡眠系についてそのウェアブルねこうリストバンドみたいにつけるやつを探してみたんですよ Amazon で。 でまあなんか安いやつは2,000円から高いやつは数万円するんですけどもどれがいいやらさっぱりですいろいろありすぎて訳が分かんないんですよねなんかどれは睡眠系が使えてどれは心拍が取れてっていうのが全くわからないのでこれも,もうちょっとこう深めて調べていかないといけないなって思いますいや本当にね我ながらこのもののリサーチ能力っていうのは低いなーって感じてるんですけども本当にねあの、うん、頑張っていきたいと思いますでね話は それていくんですけど少しねこのテクノロジーの進化っていうのをやっぱりこの調べてて感じるんですよね。まあ、なんかどうせならアップルウォッチがいいかなとか思ってこのアップルのねところを調べたわけなんですけどもいや本当にいろんなテクノロジーで進化してますよね。こう腕時計でなんかね電話するとか通信するっていうともう僕ら子どもの世代僕38なんですけど子どもの世代から言うとなんか SF なわけですよね SF。そうでさらに調べていくと実際に頭にこうチップ。 をこうなんかつけて脳波でコントロールするのが可能なブレインコンピューターインターフェースっていうのが出てきてるらしくて、まあ、それのねどうやってつけるのみたいなのをねあのブログの方に画像で貼ってるのでぜひその画像も見てみてほしいんですけども他にも脳波で動く。 こうね、悲しい感じの時はこうシューンってなってなんか興奮したらこう立つみたいな感じの猫耳っていうね脳波で動くコントロールするなんかそんなものもあるらしくて、うん、面白いですよねお茶目だなと思ったんですけどもそういう商品とかが出てきてでこれ本当にマトリックスの世界っていうかもうそのうちあのなんか夢みたいな世界にずっと入ってこう寝てねぐさってやる時代が来るんじゃないかなって本当に思いますよね。本本当当ににににこんなな風にテクノロジーっていいううのは本当に知らないうちに でも劇的に変化してるんですよね。でパッと考えてみるとですね20年間で通信機器がポケベルからスマホまでこう進化してるわけですよ考えてみたら本当にねすごいスピードだなって思うんですでオックスフォード大学のね未来の雇用っていう有名な、えー、ちょっと名前忘れたんですけどもその人がとオックスフォード大学で出た論文によると10年以内に47%の仕事がなくなると AI とか 3D プリンターとかねいろんなものの影響でなくなるよっていうのを言われてるわけなんですけども、まあ、そんな風にどん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 テクノロジーが発展していくとあの毎年毎年毎年いろんなことを学ばないといけなくなってくるわけですよね。なんでこの脳の効率パフォーマンスも上げないといけないしあのそれと同時にこの学習効率とか人に何かを伝える教育スキルっていうのをこう飛躍的に上げる必要っていうのがあるんですね、うん、でこれからの時代は本当にね。 あのこれから10年でこれまでの100年分でこれからの30年で、えー、これまでの1000年分の情報量が増えると言われているそうなんですよね。それを考えるとと学習と教育スキルっていうのが必ず必ず要になってくるでなんで、えー、この学習と教育スキルはもうこれから投資するんだったら一番いい投資だよっていう話をね先日したと思うんですけど本当にこの学習と教育スキルっていうのをね投資してほしいなって思います。そうじゃあどうやってその学習 学習と教育スキルを身につけるんですかっていうと結論から言うとですね、まあ、このね下のリンクに X ブッダっていうのがありますので、えー、その X ブッダにクリックしてその音声をまず聞き始めてほしいんですね、うん、この学習と教育スキルはね人間の本質とか深層心理に基づいた脳の使い方なのであのテクノロジーが劇的に変わってもですね人間の,この脳の使い方っていうのはそんなに変わらないわけですよなんでもういつまでも使えるそういう本質的な教えになりますのでこの下のねブログ からえーね、リンクに飛んでくれてもいいですし下の方に XBUDDA の, X ブッダの,、ね、あのサンプル音声っていうのをつけてますのでそれをぜひチェックしてください。ってことで、まあ、これから注目のこのウェアブル身につけられるデバイスということですねもうちょっとねいろいろ調べていって何かいいのがあったら買おうと思っています。そう中国製のの、ね、2000円ぐらいのが、ね、睡眠系を、ね 睡眠取るぐらいだったらこれが一番いいかなって思ってるのもあるんですけどなんかいろんなちょっとレビューとかを探してみてやっていきたいなって思います。それじゃあねまた次回もこのテクノロジーの発展によって面白いアイテムとか見つけたらねあなたにお話していきたいと思うのでまた会いましょう。バイチャー